将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。7月2日に都内のホテルで第49期藤井聡太棋王の就位式が行われました。なんと女優の瀬戸朝香さんが祝辞に来ました。ご覧ください。17時から斉藤典子の司会で第49期藤井聡太棋王の就位式が始まりました。多くのファンに見守られて入場する藤井棋王です。羽生善治日本将棋連盟会長から祝辞をいただきました。見事に防衛を果たされました藤井棋王におめでとうございます。別の棋戦ではあるんですけども、昨日ですね、棋聖戦の方で永世棋聖称号も確定されたというところで、合わせておめでとうございます。藤井さんはですね、本当に今前後のタイトル戦に出場をしているというところで、非常にハードなスケジュールを日々こなされているというところであります。棋王戦というのは1年年度の最後の2月から3月にかけて行われる1日制5番勝負の棋戦です。今年は藤井棋王に伊藤匠七段が挑戦するというシリーズになりました。この2人は同年同学年で、もう子供の頃からしのぎを削ってきたお二人でもありますし、昨年から各タイトル戦で続けて顔を合わせている2人でもあります。今回はですね、あの特徴というか大きな出来事が1局自将棋というものがありました。引き分けということなんですけども、将棋ではあまり引き分けという例はないんですけれども、今回のこの棋王戦ではその自将棋が成立した。これがちょっと話題になった。将棋の技術の進歩といいますか、発展を感じた一局でもありましたし、またこれから先の2人の長い長い戦いの始まりを予感させるような一局でもありました。羽生会長から棋王就位状が授与されました。共同通信社の水木社長から勝敗と賞金目録が授与されました。副賞はコナミからスポーツクラブ年間利用パスゲームソフトセットが贈られました。また大塚製薬からカロリーメイト1年分が贈られました。瀬戸さんは、棋王と私は同郷のよしみでございます。里帰りをする年を挙げての応援しているのを私自身もすごく実感しておりましたと挨拶。帰省して名鉄終わり瀬戸駅から近くの商店街まで歩いた時のエピソードを披露し、藤井棋王の写真やイラストや応援幕が飾られていて、みんなで力いっぱい応援されているのが伝わってきて、私自身も嬉しくなって、一緒になって応援したいという気持ちでした。と地元の誇りを強調した。自身と将棋の縁として23歳の頃に出演映画で女流棋士の役を演じたことがあると紹介。藤井棋王とは初対面で、本当にこの日を待ち望んでおりまして、地元に帰ってそこら辺を歩いていれば藤井棋王に会えるかなと思いながら、お買い物したり食事をしたりしていたんですけど、残念ながらそんな偶然はなくて、こんな素晴らしい場所でお会いできたことを嬉しく思っています。これからも藤井棋王のご活躍を陰ながら応援させていただきたいと思っております、と呼びかけた。瀬戸朝香さんからお祝いの花束の贈呈がありました。ツーショット写真はさすがに女優だけあって絵になりますね。藤井棋王は対局にご尽力された方々、また被災地での対局を支えていただいた方々に感謝の挨拶を行い、第1局では自将棋になったり、第4局では今までと違う指し方を試してみたりと、様々な経験ができましたと語り、後手番でどう戦うかという課題に向き合ったシリーズと振り返りました。また瀬戸朝香さんから祝辞をいただいたことに触れ、瀬戸市民でよかった
とユーモアあふれる挨拶しました。第49期棋王戦は第1局が自将棋となり、羽生会長からも手数が少ない自将棋は珍しい、これは伊藤匠叡王の研究があったからとの感想もありました。その後は藤井棋王が順調に勝利して防衛しました。第4局はこれまでにない指し方を試したと藤井棋王が語っていました。最後にお願いがあります。2024年は叡王を失冠した藤井竜王名人が七冠を維持して、来年度の叡王復活で再度八冠を期待し、また一般棋戦4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。できるだけメンバー登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。